今回はハニーマスタードチキンを作りたいと思います。近くのねこの鶏胸肉、やっぱりなんか人気の食材らしいので鶏胸肉を使って作っていきたいんですけど、結構鶏胸肉っていうのはパサパサでねまずくなりがちだなっていう人も多いと思うので、しっとり食べられるように美味しく作っていきたいと思います。材料は鶏胸肉ですね。皮は外しておきました。それとブロッコリー、これは下茹でしてあります。それとプチトマト、はい、これは2、4、6、8、はい、10粒ほど使っていきます。それと調味料なんですけど、焼くのにサラダ油、それとお塩適量、片栗粉大さじ2杯、蜂蜜大さじ2杯、粒マスタード大さじ3杯になってます。はい、では作っていきたいと思います。鶏胸肉なんですけど、一口大に切っていきます。はい、この辺はちょっとスライスして、細いところはこんな風におろしていきたいですね。鶏胸肉ね、サラダチキンとかね、やっぱりすごい人気でね売ってるけどね、家でやるとなると結構難しかったりするからね。はい、これでもう包丁とまな板は使わないので片付けてください。一口大に切ったこの鶏肉、フォークで刺すのを忘れました。でも切った後で大丈夫、フォークでブツブツと刺してください。切る前にねフォークでつついちゃった方が簡単だったんだけど忘れちゃったので、順番間違えたから言うんじゃないけど、切った後でも全然大丈夫です。はい、そうしましたら次お塩、お塩適量ね。はい、ここで少し揉みます。バットの中で揉みます。次は片栗粉、はい、片栗粉をまぶします。大さじ2杯です。結構たっぷりね。はい、ここでまぶします。今日用意する、調理器具はフライパンです。あとフライパンの蓋も用意しておいてください。はい、こう全体的にまぶしました。はい、これを焼いていきたいと思います。はい、フライパンを温めます。サラダ油、鶏胸肉ね、火力は今中火です。はい、これでちょっと焼き色つくまで焼いていきましょう。はい、では返していきます。はい、ある程度色がね薄めに切っとくと火が通るのが早いのでね。ここでプチトマトを丸々入れちゃいます。はい、こんな風にね。そして蒸し焼きにしていきます。でこの時に胸肉なのでちょっとパサパサしてるなっていう風に思ったら、お水を大さじ1杯ぐらい入れちゃってください。弱火にして蒸し焼きにします。蓋します。でここで蒸し焼きにするのに大体3分ぐらいかな、放っておいてみてください。はい、この後味付けします。はい、3分蒸しました。お、こんな感じになりましたね。でここで次は調味料をこの中に入れていきたいんですけど、一旦火を止めましょう。慌てちゃうのでね、ちょっと寄せてスペースを作ってください。このフライパンの角の方に粒マスタードね、大さじ3杯分、そして蜂蜜大さじ2杯、角のところで混ぜちゃいますね。こんな風にフライパンの横のところで混ぜることによって、洗い物もね、またほら別のボウルを使うと洗い物も増えちゃうのでね、トロントロン、よく混ざりました。そうしましたら弱火で火をつけましょう。もう一回、はい、混ぜていきます。最後に茹でてありますこのブロッコリーを入れたいと思います。はい、入れますね。でもし冷凍のブロッコリーを使う場合、トマトと一緒に入れてください。冷凍しているので水分も出るので、大さじ1杯の水は入れなくてもその時は大丈夫です。少し中火にしますね。最後にね、色合いも綺麗だしね。はい、これでもう出来上がりです。さらに移します。マスタードの粒もしっかり。はい、それでは
鶏胸肉のハニーマスタードチキン完成です。こんな風になりました。あの鶏胸肉ね、パサパサさせないでしっとり美味しく食べる方法でもあるので、ぜひ皆さんやってみてください。それではいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。